ダライ・ラマ8世、ジャムペル・ギャツォは、チベット仏教ゲルク派の有力な化身系譜である、ダライ・ラマの8代目として認定された人物である。名は、ジャムペギャムツォ、ジャムペルギャムツォ、ジャンペルギャンツォとも表記される。1762年から1804年まで、ダライ・ラマ7世の下で成立した第二次、ダライ・ラマ政権の主張の座にあった。1758年、チベット南西部ツァン地方トップゲルのラリカンに生まれた。父親のスーナムダルギエと母親のプンツオクワンモは、もともとチベット東部カム地方の人で、交渉物語、ケサル王殿に登場するチベットの伝説的英雄の一人、ダラツェギャルの末裔とされている。母親のプンツオクワンモが、ダライ・ラマ8世となる子を解任して間もなく、ラリカンの地は大豊作となり、1本の大麦に3本から5本もの穂がついたと伝わるが、これは前代未聞のことであった。また、母親とその親類が庭で食事をしていると、巨大な虹が現れ、その弓形の一端が母親の肩にかかったという逸話も伝承されていて、これは聖者の誕生を告げる吉兆であるのだという。誕生して間もなく、その子は微笑しながら、しきりに天を仰ぎ、蓮華座を組んで瞑想の姿勢をとるようになった。その子のことを伝え聞いた、パンチェンラマ6世、ロサン・ペンデン・イエシェは、この子が紛れなくダライ・ラマ7世の転生者であると、語った。4月のタシルンポジラサのポタラグー、幼いジャムペル・ギャツォが会話できるようになると、すぐ、3歳になったら、ラサに行くと周囲に語ったと言われている。ラサは、ダライ・ラマ政権の首都で、チベット仏教の聖地であった。次第に、チベット全体が、この子を正当なダライ・ラマ8世であると、確信するようになった。ダルクパタイエは、多数の僧侶を伴って、ラサを訪れ、当時2歳であったその子を、4月のタシルンポジに連れて行き、認定式を執り行った。セラジ、ガンデンジ、デプンデラの代表及び国の信託像によって、認定がなされ、タシルンポジにあった。パンチェンラマ6世は、その子に、ロサンテンペイワンチュクジャムペルギャムツォの法名を正式に授けた。1762年、4歳となったジャムペルギャツォは、臣下と共に、ラサに行き、ポタラグーで正式に、ダライ・ラマ8世として即位した。即位式を主催したのは、ダライ・ラマ7世没後に新たに設けられた、名代職に任命された天牛林寺の手も活仏。ジャムペル・デレクであった。1765年、ジャムペル・ギャツォ少年は、パンチェンラマ6世から、沙弥戒を受け、1777年に、満19歳で、具足戒を受けた。ダライ・ラマ8世が、幼少の間、政治情勢は、比較的穏やかであった。清の乾隆帝は1750年代後半に、イリ地方を本拠とするジュンガルブを大破し、タリム盆地の征服の乗り出したためチベットへの監視を強めることはなかった。また、モンゴル人の脅威も遠のいたので、乾隆帝は摂政の任命やダライ・ラマ認定も快く承認した。清から派遣された中倉大臣の管理としての生活も快適なものであった。ノルブリンカダライ・ラマ8世は世事に関心が薄く、政務を代行するナシロが1777年に、没してからも、セムンリン寺から摂政を選んで政務を任せた。1781年になって、ようやく新政を始めたが、事実上は摂政らが失政を続けた。ダライ・ラマ8世が没してからダライ・ラマ13世が、実権を握るまでの時代、名代職が権力を振るって暗躍し、その実権の争奪に、しばしば謀略が巡らされるようになったが、ダライ・ラマ8世が摂政などに、権力の独占を許したことがその傾向の遠因となったとも言われる。1780年にパンチェンラマ6世が北京で覚死すると、その実の兄弟であるシャマルパ10世、ミパムチュートゥプニャムツォと、タシルンポに対して、パンチェンラマ6世の遺産の相続を要求したシャマルパ10世は、乾隆帝からの莫大な贈り物を、ドゥンパリンポチが無断で分配したことに立腹した。1781年生まれのジャムペル・ギャツォの従弟が1782年にパンチェンラマ6世の転生者として見出されると、ゲルク派とシャマル派の反目は一層深まり、両派の寺院は互いに遺産を奪おうとしていると、非難し合う状況となった。そうした中、シャマルパ10世はネパールへ布教に赴き、ネパール王、ラナ・バハドゥルシャ派の摂政に、ゲルク派への不満やタシルンポジの富のことを伝えた。このことが、ネパールのグルカ軍がチベットに侵攻し、1791年には、シガツェとタシルンポジを攻略するに至る一因となった。ゴルカ王、プリトビ・ナラヤン・シャ派が1769年に、ネパールを制圧して開いたネパール王国は、第三代ラナ・バハドゥルシャ派の在位期間に、貨幣鋳造問題をめぐって、チベットに対して軍事行動を起こした。ネパールがチベットに侵攻したグルカ戦争は1788の1789年と1791から1792年の2度に及んだ。これに対してダライラマ政権は自力で対処できず、清朝の援軍を仰いだ。この結果、ようやくチベットからグルカ兵を撃退することができたものの、清朝からの強い統制を受けることとなった。清の軍勢はこの時、カトマンズまであと 5km というところまで迫っている。チベット政府は戦後処理の一環として、清により行政、軍事、教団運営などの制度改革を強制され、ダライラマやパンチェンラマの転生者の認定にくじを用いる禁閉、正くじの制度が導入された。これは、乾隆帝が下賜した禁閉に入れられた転生者の候補の中から中倉大臣が抽選するというもので、これにより、化身ラマの認定プロセスそのものに、清朝が直接関与する事態を招いた。この制度によって、ダライラマ認定や即位のプロセスにおける清朝の存在は、従来になく強まったものの、あくまでも最終段階でくじ引きをさせたものに過ぎず、清朝が、ダライラマ8世は宗教面においては目覚ましい業績を挙げ、ダライラマ7世の代に造営されたラサ近郊の有名なノルブリンカの庭園と夏の離宮を完成させた功績がある。ダライラマ8世が死去したのは1804年47歳のことであった。ありがとうございます。